ジョン・ウェズリー・デイビスはアメリカ合衆国の医師であり、政治家である。1799年4月16日、ペンシルベニア州ニュー・ホランドで出生。後に両親と共にシッペンズ・パーグへ移った。1921年にボルティモア医科大学を卒業後、1823年にカーライルに移り、医師として開業した。デイビスは1828年、 インディアナ州上院議員選の候補として政治家人生を始めたが、この時は落選した。その代わり、1829年から1831年までインディアナ州立裁判所の裁判官となった。1831年から1833年、1841年から1843年、1851年から1852年、 および1857年にインディアナ州会員議員に選出された。1832年から1833年、1841年から1842年、1851年から1852年にインディアナ州会議長を務めた。第24議会、第26議会、第28議会および、 第29議会でインディアナ州選出会員議員を務め、第29議会では会員議長となった。1848年から1850年まで中国駐在の外交施設を務めた。1852年民主党全国大会のインディアナ州代表となった。1853年フランクリン・ピアース大統領によりオレゴン準州知事に指名された。だが、 彼の使命は、オレゴンの人民には歓迎されず、わずか1年余り後に当職を辞した。デオビスは、1859年8月22日、インディアナ州カーライルで死去。カーライルの私立霊園に埋葬された。ありがとうございます。